ルワンダからダルフールへ向かう派遣団アフリカ連合ダルフール派遣団はアフリカ連合によりスーダン西部ダルフールへ派遣されたダルフール紛争の平和維持部隊である2004年に150人の部隊で創設され2005年に7000人に拡大された国際連合安全保障理事会決議1590により国際連合スーダン派遣団とすべてのレベルで 継続的に緊密に連絡調整を行うこととされた。アミは効果的に暴力を抑制することには成功していない。2006年により整備された国連主導の平和維持軍の派遣が提案されたが、スーダン政府の反対により実施されていない。この間にも紛争は拡大しており、英雄軍の派遣期間が繰り返し延長されている。 アミは2004年7月初めに2004年4月のダルフール紛争の停戦の監視のためにアフリカ連合と欧州連合が送った監視団が期限である。監視団の保護のために AU は8月にルワンダが150人の部隊を派遣した。すぐに150人では足りないと分かったためナイジェリアが150人を追加派遣している。第二次スーダン内戦の停戦後の2005年4月までに 兵員は六百人、軍事監視員は八十人となった。二千五年五月二億二千万ドルの予算で、部隊は三千三百人に拡大された。七八月には千五百六十人の、文民警察官も含め四億六千六百万ドルの予算で七七千百三十一人に拡大された。安保理決議千五百六十四が可決された二千四年九月に、スーダン政府は、 英雄部隊の受け入れ化石油産業への制裁を迫られた。11月までに au は3000人の増派を望んだが、資金不足と輸送困難によりできなかった。そのため英雄の平和、安全保障理事会が10月20日に開かれるまで待って、10月30日までにルワンダとナイジェリアの部隊が展開することが決められた。2005年1月9日にスーダン政府と スーダン人民解放軍との間の南北内戦の包括的和平行為を支援するため、国連アンポリはアンポリ決議1590を2005年3月24日に採択し、国連スーダン派遣団を創設した。2005年7月13日ナイジェリアは680人の部隊を派遣し、2つの部隊もそれに続いた。ルワンダ、セネガル、ガンビア、 南アフリカが大隊を派遣した。9月15日アブジャでの和平交渉に、スーダン政府と2つの主な反乱グループが参加したが、スーダン解放軍の分派は参加せず、BBC はいかなる合意も受け入れないだろうと報じた。9月28日ジャンジャウィードが、アロシャローの国内避難民キャンプを襲撃し少なくとも32人を殺害した。10月1日は、 スーダン政府と反乱軍の双方を停戦後違反として非難した。AP 通信は AU がこの2週間で少なくとも44人を殺し、数千人を退避させたのはスーダン政府の計算された理不尽な破壊行為だとして非難したと報じた。2005年11月9日、スーダン政府とスーダン解放軍及び正義と平等運動は、 紛争を終わらせるための二つの短期間の和平合意を結んだ。一つ目は反乱軍が支配する村に対する政府軍による空爆を止めさせるための飛行禁止区域の設定の合意であり、二つ目は国際的な人道援助団体にダルフールへの制限のないアクセスを認めることであった。これは2004年10月25日から AU の仲介で アブジャで始められた交渉の成果だった。2005年10月10日スーダン人の反乱グループからの AU 部隊員の解放に JEM が協力した。9日に18人が誘拐され、救援部隊の20人も監禁されていた。AU より JEM の分派が関与しているとして非難されたが、司令官のムハンマド・サレフはそれを否定した。サレフは2005年4月時点で、 JEM の軍事部門の長だったが、指導部から分離し、自派の交渉への参加を要求している。サレフは、ロイター通信に対し、我々は AU が我々の地方から離れることを望み、彼らが行き来しないように警告した。AU に何が起ころうと、感知しないし、気にかけない。今や AU は紛争の当事者だと述べた。BBC 特派員のジョナー・フィッシャーによれば、 英雄部隊との交戦はありふれたものとなっている。援助団体は平和維持軍がいるだけで発砲されるとして英雄関係者の動向を拒否していることも注目される。この前週に英雄部隊員3人が SLA からとみられる攻撃で死亡しており、この地域での英雄の最初の犠牲者となっていた。コフィー・アナンはジュネーブで反政府派と政府の両方は こうした事件が続けば人道支援と物資の支給はやむだろうということを理解すべきであると語った。これら攻撃を受けて2005年11月へ言うと、スーダン政府はカナダからの105台の装甲兵員輸送車の展開について合意し、これらの装甲車は11月17日に到着予定であった。和平交渉の第7ラウンドは11月20日に始められた。 2006年3月31日で国連からの AU への委任期限は切れたが、部隊の展開が続けられた。3月10日に AU の平和安全保障理事会が開かれ、任務の6ヶ月延長が決められた。8月31日の国際連合安全保障理事会決議1706による国連平和維持軍2万人の展開は、スーダン政府の反対で失敗し、 10月2日 AU は12月31日まで期限を延長し、さらに2007年の6月30日まで延長した。2007年5月 AU はミが崩壊寸前であると表明した。先月に7人の隊員が殺され、隊員の給与の資金もかけ数ヶ月期撤廃が続いている。セネガルとルワンダは国連加盟国からの出資と支給がなければ部隊を引き上げると警告した。 国際危機グループのジョン・プレーダー・ガストはこの大きな金の問題は、欧米人がこの10年にわたってこのような手術の状況でアフリカ人が展開してきた真中、我々が兵士に支払い、身支度をさせると約束したものである。そして我々はそれをしていない。と警告した。2007年7月31日国連安保理は、 国際連合安全保障理事会決議1769で12月31日までにアミから権限を引き継ぐ国際連合アフリカ連合ダルフール派遣団を承認した。ありがとうございます。